はい、どうも覆面ぼっちです。見てください。僕の更新頻度が遅いのか、鬼滅グッズがこんなに溜まってしまいました。僕は思うんです。木々は光合成をします。空気中にある二酸化炭素を吸って酸素を吐き出す、いわゆる光合成です。それに例えるのであれば、二酸化炭素を吸いすぎて酸素吐き出せないみたいな。だからもうこの辺は今酸欠状態です。もう二酸化炭素だらけです。搬入の数が多すぎるから。もう搬入って業者じゃん。はい、ということでね、こちらは一番古い日付を見ると6月着のものもあったりとかで、もう本当にね、今まで以上に訳がわからない。何が来てるのか、何をお迎えしたのか。サネミ行明さんの手のひらシリーズもレビューしたいところなんですけれども、ちょっとしばらくこれ続くかもしれません。ランダムグッズが多分多いような気がするんですけれども、どちらかを比べた時にアニプレックスさんの方がシビアなんですよ。上の3段が、はい、アニプレックスさんから来ている、まあ、指4本だけど、来ているものになるので、まあ、ここのどこかをちょっと今日は開封して見ていこうかなと思っております。前振りは長くなりましたけれども、なのでこう、発売のこのラインナップが動画のね、この前後するかもしれませんけれども、そこはちょっとご了承、もう僕、この段ボールを開けることでさえもランダムなと。どういうこと？はい、ではよろしくお願いいたします。でも開けたらね、わかると思うんですよね。はい、アニプレックスさん独特の梱包ですね。さあ、何でしょうか？全然わかんない。全然わかんないよ。はい、もう皆さんも見てお分かりの通り、もうめちゃめちゃ遅いよ。はい、こちら、鬼滅の奏、遊郭編グッズでございます。いや、でもね、逆にね、むしろいい。こう、今、刀鍛冶の里編の主としてね、バーンとこう、イベントだったりとか、グッズとか、キャラクターのラインナップですね、展開をしているんですけれども、あえて、一個前にこう、立ち返って、また、グッズ開封できるという。だって、遊郭編グッズだって、今、パッて思い浮かぶものありますか？何を問うてるんや。いや、だからこれ逆にね、新鮮かもしれないし、お迎えされてない方とか、このキャラクターゲットしたいんだけどっていうのも、ここで改めてお見せすることができるのかもしれないと考えたら、ありがたい、嬉しいです、僕は。アクリルマスコットの炭治郎になります。いや、今回のね、鬼滅の奏遊郭編のコスチュームね、めちゃめちゃかっこいいんです。すっげえかっこいい。和柄テイストのスタンドとなっております。綺麗なグラデーションがかかっておりまして、まあ、ここのね、明暗もはっきりしてるので、スタンドに置いた時にはね、とても目立つ部分ではないかなと思います。にんまり顔の炭治郎ですけれども、お顔の描き込み量というかね、輪郭線の太さが、際立つ今回の描き下ろしではないかなと思います。顔をね、ちょっと横に向けたアングルですけれども、瞳はこちらを向いております。優しい表情だよね。今回のね、和装、めちゃめちゃ豪華です。すごいよね。かなり渋めの色合いをした、まあ、グリーンの羽織を着ておりまして、まあ、装飾部分なんかもつけてらっしゃいます。まあ、カラーリングは違えど、市松模様柄の下にね、こう、着物を着てらっしゃったりとか、日輪刀も、台頭しておりまして、炭治郎がね、よくするポージング、お出迎えポージングですね。これもすごいいいんだよね。袴調になっている部分ですけれども、単色カラーではありますけれども、ほのかにね、ゴールドのように見えるカラーリングだったりとか、メタリック素材みたいな。あの、武将たちのこの羽織みたいな。まあ、開いたところをちょっと思わせてくれるようなカラーリングをされております。おそらくね、全高13センチぐらいはあるんじゃないかなと思うんですが、キャラ単体で、あ、やっぱりそうだ。はい、全高約13センチという、等身のアクスタとなっております。やっぱ存在感がやっぱ、あるね。かわいい。はい、同じくアクリルマスコットのねずこになります。ねずこも、はい、かわいい。もうやばくない？めちゃめちゃかわいいんですけど。炭治郎とは一点。渋めな色合いというところはカッティングされております。ただね、まあ、蛍光色のピンクと濃い、色合いっていうところのグラデーションをかけてくれております。形やデザインの配置なんかは、まあ、カラーバリエーションみたいな感じになっております。可愛くない？炭治郎と同じアングルのポージングとなっております。顔は横を向いていて、瞳だけこっちをね、向いているような感じ。やっぱここはなんかね、兄弟感やっぱ似てるなっていう風な印象を受けますけれども、大きなリボンをつけておりまして、まあ、ねずこの長い髪の毛をね、束ねているようなところも見受けられます。うねうねとした髪の毛も横方向に大きくね、展開するような髪の毛の流れだったりとか、肩にかけている、まあ、羽織のようなね、ものも赤紫の色合いだったりとか、麻の葉模様もあしらわれております。このね、つなぎ目の部分とかもね、おしゃれなんだよね。黒い数珠みたいな。帯のね、なんかこう、エメラルドグリーンの発色具合だったりとか、全体的なこの、薄みがかったピンクなんかもとても綺麗な色合いとなっております。
振り袖みたいな感じなのかな。この花は何なんでしょう。綺麗な花がね、全体にこうあしらわれている感じ、すごいよね。羽織の動きに合わせてさ、柄もこう角度が変わっているみたいなね。いや、細かなデザインだと思うんだけどな、これすごくない？めちゃめちゃ可愛いんですけど。両手をクンと前に突き出してね、腰や足をひねっているようなポージング、おすましポージングみたいなね、ところも見受けられるんですけど、めちゃめちゃ可愛いよ。炭治郎と同じようなスケール感になっておりますので、頭身の部分っていうところの統一性はすごいあるんではないかなと思います。続いては善逸になります。善逸もかっこいい。めちゃめちゃいいよね。善逸も禰豆子と同じような感じで、まあ、イエローの鮮やかなグラデーションがかかっております。少しね、眉毛も垂れ下がり気味な感じなんですけれども、優しい善逸のね、お顔っていうところが描かれております。善逸の和装もね、めちゃめちゃかっこよくて、やっぱりここに差し色で入ってくるイエローやゴールドの部分っていうところが、ちょっと豪華絢爛な雰囲気をこう醸し出してるような感じがしますね。これは帯なのかな？首元にね、こうぐるぐる巻いていて、家紋がこう描かれていたりとか。羽織の襟の部分を、まあ、こう正してるようなね感じもしたりとか、こうドヤ感はね出てないんですけど、ちょっと照れてるようなね感じも見受けられるんで、めちゃめちゃ可愛いよね。ここなんか雲の模様なのかな。そして袴帳はもう完全なブラックとなっております。足もねこうがっつり開いた善逸にはね珍しい全体像ではないかなと思います。可愛いっていうかもうかっこいいよ。やっぱね、もう本当に遊郭編を経て、まあ、さらに成長を遂げたね、こう男らしい善逸っていうのもね、ちょっとたくましさもね、見えるような書き下ろしになっておりますね。その辺の部分も意識してこう描かれてるのかななんて思ったりしますけれども、続いては、伊之助になります。伊之助は、かわいいね。覗き込みポージング。まあ、下部に行っても、まあ、少しだけ色濃いような感じになってるので、まあ、全体としては本当に鮮やかな色合いになっておりますけれども、やっぱりね、らしさが出てるよね。客席とかに座ってるお客さんたちをこう、ステージから見てるのかなとかね。ぐんとね、やっぱり眉毛の、吊り上がり具合だとか、目の見開いた感じ、口元のね、開口している感じなんかも、興奮気味な、伊之助っていうところがね、出てるんじゃないかなと思います。下にはね、晒しを巻いた、素肌も見えておりますけれども、肉体美がすごいね、筋肉ムキムキだしね、鎖骨の出具合とかめちゃめちゃ描かれてる。なんかこう、半々羽織みたいな感じでね、左右で全くデザインが異なっております。ほとんど藍色に近いような感じなんですけど、深みあるブルーから、こちらね、ホワイト柄。竜が描かれてる。すっげえかっこいい。そしてなんか腰身のね、ちょっとオマージュしてるのか、毛皮のようなものも肩にこう垂れ下げていて。しっかり井の頭も小脇に抱えております。ここがいいね。腰元にはね、大きな数珠もつけていたりとか、はい、風になびくような帯のね、描写。袴帳ではなくて、まあ、ちょっと大福チックなね、こう、ダボンとした履物を履いてらっしゃいますね。いいね、これめちゃめちゃ。他の3人は結構すだちのポージングに近いような感じなんですけど、井之助に関してはちゃんとこう、躍動感というかね、動きの部分を感じられる書き下ろしとなっております。めちゃめちゃかっこいい。まあ、少しね、腰を下ろしてるっていうこともあって、前後の部分はね、キュッと落ちるような感じになるんですけれども、各キャラクターしっかりね、統一したこの、頭身のバランスっていうのはできております。めちゃめちゃいいじゃん、これ。はい、ラストは、天元になります。今回の鬼滅の奏のメインと言っても過言ではない。うわ、すっげえかっこいい。髪下ろしバージョン。そして、うつろな瞳。うわー、もうこれ、イケメン度バリバリ出てるね。藍色のね、系統に変わっていくんですけれども、はい、ここにね、ポトンと、ポトン。アクスタの差し込み口が2点あるんですけれども、ムキムキネズミがね、付属しております。いや、付属してるっていうか別パーツなんですけど、めちゃめちゃちっちゃい。ムキムキネズミのこのポージングはね、まあ、いつもの感じなんですけど、首元見てください。まあ、蝶ネクタイ代わりにね、こう、紐を蝶々結びに巻きつけております。こう、祭事ごとにね、まあ、ムキムキネズミも登場してくれている。で、ちょっとおめかししてるみたいな感じが、出ててめちゃめちゃ可愛いと思うんですけど、本当にちっちゃい。スタンド込みで約全高 2.5 センチだけど、それはあの、アクスタのね、プレートの部分なので、まあ、実際の絵柄としては 1.5 センチぐらいの大きさになってるんじゃないかなと思います。めちゃめちゃ可愛いね。もうめちゃめちゃかっこいいよね。目元はちょっと流し目チックな感じになってますけど、アイラインのね、この縁取りの描き方がとても色濃く描かれてますので、目元が強調された描き方ではないかなと思います。化粧部分は残しつつ、髪下ろしバージョンになると、快活に笑ってるっていうよりも、ちょっとこうクールなお顔立ちというかね、口元もにんまり顔みたいな。ここのね、差のつけ方がめちゃめちゃうまいですね。これ3連ピアスしてるんですけど、真ん中の部分には、
ファサファサして物もついてたりとか、これはすごいね。ゴツゴツしたね手元なんですけれども、センスを持っているこのね指先の感じとかね、繊細さというかセクシーさを感じさせてくれるようなね描き方じゃないかなと思います。伊之助同様、胸元は結構がっつり開いておりまして、胸筋の張り具合すっげえかっこいい。もうガタイの良さもねしっかり出ております。本当にあの着流し天元をイメージさせるような着物を着てらっしゃいます。おそらくねこれ腰から垂れ下げてるのかなと思うんですけど、ブラック系統のねものが1枚こうファッと中にこうたわんでおります。宮内がね3本ついておりまして、嫁ちゃん図をねこう表してるのかなとかね、羽織の部分も虹色に輝くようなねこの彩色の仕方すげえ細かいね。いや派手好きなねこれ天元にぴったりな衣装ではないかなと思います。とにかくもうめちゃめちゃかっこいいんだよねしかもまあ等身サイズということなので、かなりね前高は高いものになっておりますね。ちょっと前高だけスタンド込みで 15.5cm くらいかな。やっぱりね等身のアクスタにしては、はい、鬼滅の奏ではまあ大きい部類ではないかなと思います。ミロの彫刻のようになっちゃいます。いや本当にね中性的で美しいんですよ。すっげえかっこいい。クリアファイルセットとなっております。セットっていうことなんで、おそらく2枚ぐらい入ってんのかな。はい、1枚目は各キャラクターのまあイメージするようなねこうデザインがひし形調にこう統一感覚で並んでおります。鬼滅の奏と五線譜に音符もね描かれております。ここのデザインもね和と洋の融合みたいな、まあその時のちょっと時代背景的なところもね感じられるようなデザイン性じゃないかなと思いますけれども、裏面は先ほど見たような感じになっております。これもまたいいね、シンプルイズベストみたいな感じでね、ズバババババン集合絵のクリアファイルとなっております。これがまあ今回のもうイメージイラストみたいな感じになってるんじゃないかなと思うんですけど、はい、アクスタでは見られなかった天元の春日井ガラスの虹丸がいらっしゃいます。こういう物販というかね、グッズで登場してくる機会ってほとんどなかったかと思うんですけど、いやここねアクスタでつけてほしかったね。だってあのムキムキネズミ、あ、いないやいないやそっかそっか、アクスタではムキムキネズミが見られるし、クリアファイルではまあ虹丸が見られるということになっているのかな。いやそう考えるとやっぱどちらもね集めたくなってしまうなと思うんですけれども、こういう並びが、ね、正式なこうポジションすっげえかっこいい ね裏面はこのような感じになっております。今からランダムグッズの開封をしていきたいと思います。ランダムブロマイド全10種類ということで、僕が狙いたいのはアップ絵でございます。まあ引きの絵はねもうアクスタとか、クリアファイルとかでねもう見られるっていうことなので、どうしてもやっぱそこが見たいっていうことで8枚お迎えさせていただいております。もうアニプレックスさんはめっちゃシビアなので、もう個数分買ったとってもうコンプは絶対しないと思ってるんですけれども、アップ絵だけを集めたいなら5枚揃えればいいので、まあプラス3でなんとかなるんじゃないかなっていう思いで購入させていただきました。では1枚目いきましょう。シュッ、おーそういう感じか、そっか、シュッ、おー来た、アップ絵じゃない、全一めちゃめちゃ可愛い。クリアファイルやアクスタで見るよりもかなりねキャラクター絵は色濃く描かれております。どのグッズを比べてみてもやっぱりこれだけのアップで描かれてるのはブロマイドだけということになってるんですけど、めちゃめちゃいいね。2袋目ですね、いきます、シュッ、いきます、シュッ、おー炭治郎引き絵可愛いあ、こちらは下の方向がカッティングされているような感じになってるんですけど、アクスタよりもほんの少しだけね大きくねこう引き伸ばされた絵柄となっております。肌の色味とかもやっぱりブロマイドの方が綺麗なカラーリングになっておりますね。すっげーいいねいや引き絵もいいね。はい、では3袋目いきます、シュッ、いきます、シュッ、おー炭治郎アップ絵、うわすげー可愛いんですけど、細かなデザインとかもさやっぱりここではっきり見られるような気がするんだけど、ここのさ結び方とかね、降りているこの紐のなびき方とかね、すっげーいいね、やべーめちゃめちゃ可愛いんですけど、二重のラインとかも結構細かく入っておりますね。うわすげー、4袋目いきたいと思います、シュッ、いきます、シュッ、おーイノスケアップへ来た、やべーめちゃめちゃ可愛いんですけど、瞳の輝き具合とかも綺麗に描かれてるし、あ、背面はシンプルなクリアファイルの柄がそのままキャラクターのイメージカラーに変わっていると。うわこれめちゃめちゃいいよ、すっげー可愛いもん
眉間のシワとかもしっかり入ってるんだね。かわいい。オッケー。あと、ねずこと天元のアップ絵が来てくれれば、お迎えしたいブロマイドは、コンプリートという形になるんですけれども、5袋目ですね。いきます。シュー、来た天元、やべえ、めちゃめちゃかっこいいわ、やべえ。すげえ、もうめちゃめちゃいいね。カラーリングの出し方が半端ない。アクスタとかクリアファイルの方は、髪色の部分がね、少し紫系統が入ってるような感じがするんですけど、このブロマイドのね、色濃い白髪、もうめちゃめちゃかっこいいんですけど、やばしだね。うわ、これはちょっとね、やばいよ。L 版の多分ブロマイドだと思うんですけど、さ、額装してあげるとすごい様になるかもしれない。やべやべ、波が来てる。今までこんな展開アニプレックスさんなかったんだけど、ここでねずこのアップ絵が来れば、ミッションは達成するわけですけれども、いきます。シュッ、おー、天元、うわ、すげえかっけー、アップ絵だ。やーべー、もうめちゃめちゃかっこいいんですけど、やっぱりね、ちょっとアップ絵たまらんですね。はい、では7袋目。シュッ、おー、引きの善逸。めちゃすげえかわいい。これも炭治郎同様、サイズ感的にはまあブロマイドはね、統一した闘志のバランスとなってるので、足元はね、シュッと消えてるような感じですけれども、すごい豪華絢爛なね、善逸の、ね、衣装がね、はっきりと見ることができます。やべえ、めちゃめちゃいいぞ、これ。あ、しまった。でも、ちょっと待って、ちょっと待って、ラスト一袋になっちゃった。ここでねずこのアップへ来たらもう最高なんだけどな。ラスト、いきます。シュッ、おー、イノスケ、めちゃめちゃいいじゃん、アップへだね。こちらもね、先ほど来てくれたイノスケになります。やったね。めちゃめちゃ可愛いじゃん。はい、ということでね、ブロマイドの方は、もう男性尽くし。しかもまあ、ねずこを残す4キャラのね、アップ絵が来てくれました。いや、でもやっぱトータルして考えると、個人的にこう狙ってたところは、スパンとこう狙えてたんじゃないかな。これはちょっとすごいね。めちゃめちゃかっこいいんですけど。この勢いに乗ってどんどん行きましょう。はい、こちらもランダムグッズとなっております。レリーフメタル缶バッジ、全5種類、アニプレックスさんに、かけたいという思いがありまして、5袋お迎えしております。まあ、ストレートコンプになるかどうかわからないんですけれども、こちらをね、開封していきたいと思いますね。アニプレックスさんは果たして優しいのかどうか。こっちが逆面のような気がするので、シュッ。はい、レリーフメタル缶バッジは表面が傷つかないようにフィルムが貼ってあります。では行きます。シュッ、おー、炭治郎、やっぱりいいね、この缶バッジ。はい、ゴールドのね、メタリックが輪郭線をね、描いてくれております。めちゃめちゃいい。今回のね、モチーフになっている、まあ、五線譜だったりとか音符の部分もしっかり描かれております。キャラクターもね、パンと際立つような感じで真ん中に位置取りしてくれてるのと、背面部分のね、グリーンの部分も鮮やかに描かれてますので、メタリックとのね、相性がね、めちゃめちゃよく調和されている缶バッジとなっております。すっげえかっこいい。いや、一発目で炭治郎来てくれると、もうその後に続いてどんどん各キャラクター来てほしいです。では2袋目、シュッ、いきます。シュッ、おー、天元、うわ、めちゃめちゃかっこいい。やっぱね、この華やかさがね、天元にはぴったりですね。背面のね、藍色部分をちょっとグリーン系統が入ったような、また新しい色合いを使ってくれておりますけれども、この表情とね、きらびやかに輝くこの缶バッジがもう本当にすごいいいね、これ。見て、すっげーかっこいいんですけど、天元が少し引き目になってるのかな。輪郭のね、大きさも、炭治郎、天元、ともに、同サイズに描かれております。すっげえかっこいい、やべえ。波が来ている。3袋目ですね。ねずこ善逸、伊之助がまだ来ておりません。では行きます。シュッ、おー、炭治郎、かわいい、いいね。先ほど来てくれた炭治郎が、再び、来てくれましたけれども、これで、もうすごい可愛いんですよ。めちゃめちゃ可愛いんだけど、僕が狙っていた、まあ、フルコンプというか、ストレートコンプは達成することはできませんので、ここで、まだ来てないキャラクターが、まあ、残り2袋なんですけど、来てくれれば、まあ、ニアピン賞っていう感じになるのかなと思うんですけれども。はい、では4袋目いきます。シュッ、おー、善逸、いいね。もう、すげえかっこいい。背面の部分は、まあ、善逸のね、羽織の色合いと、かなり似ているなと。似ているかなと思いますね。オレンジ系統をね、使ってくれてたりとか。前逸のカラーリング自体はちょっとね、缶バッジの方は薄めにカラーリングされてるっていうこともあって、まあ、縁取りのゴールドだとか、オレンジの部分がね、こう際立つような感じになっておりますね。
キャラクター絵もね、しっかり見ることができます。オッケー、残すはあと一袋になりました。ブロマイドも缶バッジも、ねずこがね、来てくれてないので、ねずこがね、来てくれると、嬉しいなっていうところ、です。さあ、どうでしょうかね。いきます。アニプレックスさん、お願いします。この出で、今後、ランダムグッズを挑戦するかどうかが決まります。お願いします。いきます。シュッ、おー、天元めちゃめちゃかっこいい。わ、すげえ。天元も先ほど来てくれておりますけれども、もうイケメン度が半端ない。めちゃめちゃかっこいい。天元尽くしの、まあやっぱりね、こう、遊郭を主体とする、まあこのね、オーケストライベントだ。オーケストライベントじゃない。遊郭編忘れるなよっていう天元のメッセージ性ではないかなと思いますけれども、缶バッジはこのね、5種類が来てくれました。はい、ということで今回は鬼滅の奏で遊郭編グッズを開封レビューさせていただきました。いやいや、まあ、なかなかシビアでもありハラハラドキドキする開封ではなかったじゃないだったんではないかなと思います。まあ、ブロマイドもちょっと今回初めてお迎えしたグッズでございますけれども、なかなかやっぱりね、面白いね。まあ、レリーフメタル缶バッジはね、続いてほしいなって思いますね。これはもうアニプレックスさん単独のグッズになりますのでね。また他のイベントごとで出てきてほしいなっていうふうに思っております。素晴らしいグッズたちでした。次回、どんなグッズを開封するか楽しみにしていただけたらと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。